どうも、ナベルヨタギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、皆さん、呪術廻戦っていうアニメをご存知でしょうか？今ですね、ネクスト鬼滅って言われておりまして、話題のアニメの一つだと思うんですけども、僕もですね、ネットフリックスで配信されてる分までは全部見ておりまして、今回はですね、その呪術廻戦に出てくるあるものを描いていこうかなと思っております。そこでね、呪術廻戦ってどういうアニメかというとですね、人間の負から生まれた呪霊っていうものがいまして、その呪霊を倒す呪術師っていうものがいるんだよね。その呪霊対呪術師のダークファンタジーバトル漫画って思っていただければいいかなと思っております。まあ、主人公はですね、虎杖悠仁って言って、普通だったらよ、虎杖悠仁書きますとか、その呪術師の人気キャラクターでもある五条悟っていうキャラクターがいるんだけども、その子を書きますっていうのが、まあ、定番の定番だと思うんですけども、僕はですね、その呪術師でもなくて、その呪霊側を今回は書きたいと思っております。今回ね、その呪霊のですね、まあ、呪霊にもランク付けがありまして、一番上が特級呪物って言われるものがいまして、その特級呪物の両面スクナっていうね、子がいるんですけども、その両面スクナのですね、指を書いていこうかなと思っております。なんで指って思うかもしれないけども、あまりね、ここで話すとですね、ネタバレになってしまうので、両面スクナの指気になった方はですね、ぜひアニメであったり単行本をね、見ていただければいいかなと思います。では早速ですが、皆さんと一緒に呪術廻戦に出てくる両面スクナの指をですね、描いていければなと思っております。どんな世界が待ってるのか、僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。レッツ両面スクナの指、最後の最後までお楽しみください。では皆さん、また後で。ということでね、今回このような形でですね、呪術廻戦に出てくる両面スクナの指をですね、僕なりに描かせていただいております。見てください。両面スクナの指がですね、花柄になっております。普通こんな感じじゃないので、皆さんね、アニメ見た時とかに、あれ？これ全然違うと思わないでくださいね。僕なりの両面スクナの指を描かせていただいております。そしてですね、爪とかはピグマのペンでね、そのままね、質感を出させていただいております。まあ、それ以外はお夫婦のイラストマーカーペンの元からね、濃ゆいインクが出るっていう特徴もあるので、そのね、濃ゆさをですね、活かしたカラフルなね、イラストを描かせていただいております。そしてですね、呪術廻戦を見てる方だったらわかるんですけども、この辺とかのね、黒いね、模様とかは呪術廻戦を見てればわかる模様になっておりますので、よかったらね、単行本であったりアニメをね、見ていただけるといいかなと思っております。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんと一緒にまた明日以降の動画でお会いしたいと思います。明日はどんなアートに出会えるのか、僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に
確かめていきたいと思います。では皆さん、また明日以降お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。ぜひ皆さんも呪術廻戦見てみてください。では皆さん、また明日、バイバイ。センキューでした。ありがとう。 This could be good for me. Lately I was feeling